来月ですね、ニューロダイバーシティサミットジャパン2023というのを開催する予定です。これに関してですね、皆様に、えっ、ー、と、様々な、あの、方法でですね、えー、これまでも告知してきたところになります。ここにいろいろありまして、9月の17日、18日の2日間、これ3連休の、えっ、ー、と、中日と最終日ですね、基調講演が吉川先生で、本当に必要な領域とは新しい法定の形ということで、 で、えー、スペシャル公演、特別公演でですねプロ棋士の渡辺明さん、まあ、そうですね羽生さんとかですねえっ、ー、と藤井聡太さんとか、まあ、そこまでは一般の人でも知っているのかもしれないですが、でも一般の人でも将棋知らない人でも渡辺明さん結構知ってるんじゃないかなと思うんですが、その渡辺明さんですね。 えー、本当に先頃藤井さんに敗れて十何年ぶりにタイトルがなくなってしまったという。まあでもそれまで名人とかですね、竜王とか様々なタイトルを、あの、得られた、まあ、天才ですね。天才騎士に、まあ、登壇いただくということで、会って参りました。はい。あの、事前の打ち合わせですね。まあ、大変賢い。まあ、当たり前なんですけど。 だけど、すごく腰の低いというか、普通な感じ、選ぶらない、はい、とってもいい人で、あよかったなって、まあ、そもそも講演受けてくれるだけでちょっと意外でしたって、っなんで受けてくださったんですかっていうふうにお話をしてきたんですが、はい、あそのあたりも結構ザックバラにお答えいただきまして、ですね楽しい打ち合わせの1時間過ごしてきました。で先ほど写真ににあったようにですね え、出版したばかり。皆様のお手元にもそろそろ届きましたかねあの、注文された方は、えー、新しいこの普通と違う少数派の決め、あの、発達障害のことほとんど知らないということだったので、あ、じゃあこれ読んでくださいみたいな感じと、あと、こちらも渡してきましたね。えー、ニューロダイバーシティカレンダー。これ見ても結構わかりますよということで、あの、ぜひ見てくださいということで渡してきました。で <laughs>、ね、本当はこの T シャツもね、渡さなきゃいけないところなんですけど、<laughs> 見事に、あの、我々の え、会社の運営の、え、準備のなさが、露見しましてですね、え、今、在庫切れということで、明日ぐらいに確かとこの T シャツ届くんですが、ちょうどタイミング悪く切れていたので、手渡しできなかったんですけど、まあでも渡辺明九段にですね、お会いして打ち合わせをしてきました。で、ここまではだったらいいんですけど、実はですね、あれその日じゃないですよね。一日違うんじゃないんですか と言われまして、あらららら。間違っちゃってましたね。ということで、えっ、ー、と、大変申し訳ございません。今までご予約いただいた方あ楽しんでいた、あの、いる方。あの、渡辺明さんに出演いただけることはもう大丈夫なんですけど、初日に変更になりました。えっ、ー、と、9月18日の月曜日祝日ではなく、 9月17日の日曜日の午後2時半かなからに変更になりました。ご理解いただければと思います。ちょっと今、こんな感じで考えてますよというのをお伝えすると、えっ、ー、と、この渡辺明基地のですね、公演は1日目の、ですから2時半から3時45分ぐらいに、これ秋葉原で行いますね。吉川先生は、えー、とオンラインでつなぐ予定なんですけれども、で、その他の日程もおおむねこのようになる予定です。 でいろいろ考えた挙句ですね、1個枠ができちゃいましたので、えー、東大の近藤先生にお願いして、発達障害、ニューロダイバーシティ言葉があ狩り、言葉の定義を真面目に考えると、まあ、ニューロダイバーシティって言っても、結構、ネガティブなことを言う,言う方がいたりですね、障害っていうところに、すごくやっぱりシビアにあの意見言う方がいたりとか、まあ、どの言葉使っていいのみたいなの結構あると思うんで、まあ、これをちょっと1個前に東大の近藤先生に出ていただくので。 すいません。もうちょっと長いしてくれませんかということで、えー、企画ができました。で、一方で2日目がこうなる予定なんですけれども、まあ、ここの当社拠点で、あの、イベントをするのは同時な、あの、あるんですが、えっ、ー、と、YouTube の方のメインチャンネルが少しシンプルになって、えー、発達の主張をしたいかなと、あと発達障害重大ニュースという、えー、こうなりそうですので、渡辺明九段の、えー、講演日時が、 変更になりましたと。一日前になっておりますので、気をつけてくださいというのをお伝えします。まあね、ニューロダイバーシティサミット、まあ ADHD とか s d とか、まあそういった特徴のある方も含むような、あの、やつなですので、まあイベントにはこういったミスがつきものに今後もなるのかなとか。<laughs> はい。まあこのあたりを乗り越えていくのが、 このニューーロダイバーシティサミットの良さなのかなと我私たちは勝手に思って <laughs> まあお客様を巻き込んでるのは大変申し訳ないんですけれどもイベントの趣旨を考えると、まあ、こういうのは乗り越えていこうというふうに思っております。<music>